はい。はい。母さん、随分おくつろぎですが。大胆だね、君。ケージの中ではポンちゃんがおくつろぎ中。はい、もうご飯だよ。はい。はい。はい、アンズちゃん。カオリン、シャシャ言ってる。はい、ご飯だよ。いても大丈夫じゃない？ポンちゃん、ご飯だよ。はい、ポンちゃん、ご飯。ご飯。ご飯だよ。あ、おいしいね。でも、これで食べようか。はい、おいで。ちょっとポンお姉ちゃんいるけど。うん。はい、どうぞ。ポンちゃん、ここ置いたよ。置いたよ、置いたよ。どうする？ポン姉子を超えていかないとご飯にありつけませんよ。かわいい。ねえ、美味しかったでしょ、ポンちゃん。母ちゃん、ご飯。さっきのご飯、そこ食べよ。かわいい、ご飯だよ。そうそうそう、おいでおいで。おいでだね、母ちゃん。はい、ご飯だよ。あ、いるね。どうする？うん、ご飯置いてあるよ。行く？行ってみる？よく出して行くんだ。うん、頑張れ頑張れ。はい、頑張って母ちゃん。ご飯置いてあるよ。はい。あ、ぽーちゃん抱いてくれるのかな。なかなか勇気がいるね。カオリン、頑張れ。カオリン、ご飯、あそこ置いてあるよ。美味しかったでしょ、カオちゃん。ご飯だよ。ご飯、ご飯。カオリン、ご飯。あ、じゃあまた。カオリン。私はここが好きだから。ポンちゃん、ポンちゃん、カオリン、多分ね、行っても平気だよ。カオリン、ご飯、ご飯置いてあるよ。ポンちゃん、頑張って。ポンちゃん、はい、どうぞ。どうぞ。はい。カオリン、頑張れ。ね。トイレチーク。え、そっち行っちゃうの？こっちからは無理と思うけど、カオリン。後ろに来るのかな。さあ、裏を回って、うん、なんとかポンちゃんを避けて。そこからは入れないんだよ、ポンちゃん。頑張れ。匂いするね。なんか美味しい匂いがする。
はい。キュウリ。また興味が別のとこ行っちゃったね。見ててよ。はい、ここだよ。はい、ごちそうさま。探してんの？見てなかったの？さっきの。はい、はい、これだよ。はい、はい、はい、見て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 、はい、見て。見て、見て。はい。かむいちゃうし。でも一応そこにご飯が来るってさ、うん、でも飼ってもいるみたいなのね。はい、どうぞ。どこだ？といえば、ご飯といえばどこですか？さっきお水をいたときに見てたじゃん。違うね。そっちじゃないね。それはボールだね。遊んでた。あれ？遊んでるの？あれ？あれ？あ、遊び出しちゃった。
ちゃんすごい言うとしてるね。はい、はい、これだよ。そしてここだったらすぐ分かるでしょ。ただこの中ボスが見ていましたよ今。早くしないと。ポちゃん、チョロはまだ残ってる？うん。頑張れ、頑張れ。お、見つけた。はい、いいですね。ポちゃんすごい。はい、このまま一旦閉めますよ。まあ、ポンちゃんは出たがったらすぐ出せばいいし。ポンちゃん優しくしてあげてくださいよ。一旦ね。そうだね。食べ終わったら多分一番上まで香りに行くでしょう。ケージの中にポンちゃんとカオリンちゃん2匹同居状態になってしまいました。まあいいか、問題が起きなければ。じゃあしばらくここでご休憩ください。はい、3階のベッドルーム混み合っております。どうすんの君たち。あ、ポンちゃんがちょっとポンちゃんの方がシャーか。ポンちゃん、あのね、ポンちゃんそこね、カオリン、カオリンのなんですよ、ポンちゃんさん、はい、ポンちゃん降りる。あれ、ご飯を、ポンちゃんちょっと食べにくそうだね、お皿が。ポンさん、ポンちゃん、あと2回開けた。はい、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、うん、あれポンちゃん、ポンちゃんね、ポンちゃんね。はい、どうぞ。はい、カオリンちゃんは落ち着いてここで寝られますね。よかったね、カオリン。私だよ。うん。残念なことが起こってしまいました、以前ですね、これをメルカリに出して、安く売ろうっていうことを決めたんですけれども、そのために写真撮影をしていたところですね、これとこれを壊しちゃいました。どういうことかというと、
キャノン A1 ですね。これが、しっかりちゃんと動いているので、これとかこれは、使えるものとして、これを全部で1万円だったらすごくいいんじゃないかなと思ったんですが、これをこう装填してですね、写真を撮るつもりで装填した状態のところをお尻から、あ、お尻、上からお尻で踏んじゃいました。ここがパキッといっちゃいました。そのせいでですね、ここにひび、こちらはここが浮いちゃいました。このマウント部分ですね。まあ考えたんですけれども、届いた時にまともに動くのがない、まあ動くんですけどね、これはここがダメ、これはここがダメ、これはちょっと関係なかったんですけど、他もねちょっとずつ、難点はあるんですよ。まあ、これは大丈夫なんだけど、ということはですね、売り物にはならないですね。引っ越しの際にですね、いらないものは置いといてくれたら廃棄しますということですので、箱に詰めて置いていこうかな。この中で持っていったら何か、これは速攻だからいいかな。ただ今ねデジカメの速攻で大体できちゃうんだよね。これあのフィルムのカメラだから速攻をして確実にそこの位置がこういう明かりだからっていうのを測っといて、フィルムで撮って後で、安心を得るということだったんですけど、今出来上がりが画面で見えちゃうもんね。いらんか、このストロボとか使えねえのか、それだけ調べよう。これも使えるんだったら使おうかな。あとレンズはもう無理だもんね。デジカメのやつにこれをつなぐことはほぼ連動しないはずなので残念ですが、さよならさよなら、長い間ありがとう。君たちのおかげで楽しい写真人生がありました。じゃあねー。ですね、不思議な光景です。はい、ポンちゃんがカオリンのケージの中でくつろいでいます。そしてカオリンはカオリンでそこの下に寄り添っています。つい先ほどまではですね、ご飯だよカオリンって呼んだら、ジャン君が今ポンちゃんのいるところに来て、くつろいでおりました。そしたらですね、そこにポンちゃんが、続いて入り、ジャン君とポンちゃんがカオリンのケージの中におりました。でカオリンは、その前にカオリンは入ってご飯を食べ始めたのかな。そしたらポンちゃんが入ってきて、なんとこのケージの中は、ジャン君、ポンちゃん、カオリン3匹が、共存していました。でジャン君はまあ満足したのか出て行き、あ、ご飯を食べに外に出たのか。ご飯食べた後入っていったら、うん、入っていったら、あ、じゃあ僕外で食べようかなみたいな感じ。なるほど。そして今カオリンとポンちゃんがここでくつろいでいます。不思議。ポンちゃんが出たくなったら言ってね。カオリンはもう今日は夜遅いので外に出せませんけど、ポンちゃんは出ていいんですからね、行ってくださいね。でももう眠そうにしてるね。寝る、そこで。それでもいいです。